2020年のオリンピック開催候補地による IOC 国際オリンピック委員会へのプレゼンテーションが行われました。猪瀬都知事らは東京の魅力を伝えることができたと自信を深めた様子です。今プレゼンテーションが終わりました。猪瀬都知事らが出てきました。笑顔です。プレゼンテーションがうまくいったということで笑顔を浮かべています。今日はこのチーム日本持ってる力を全部出し切ったと思いますね。世界でトップクラスの交通のもう安全だったり確実、もうその点はもう本当に自信を持って、フランス語でですけど、フランス語と英語でその点はなるべく笑顔で私はプレゼンさせてもらいました。プレゼンテーションは報道陣に完全非公開の中行われ、猪瀬知事や麻生副総理らが IOC の公用語である英語とフランス語だけで東京開催を強くアピールしました。一方、ライバル都市マドリードはスペイン皇太子自らが壇上に上がり、財政面に不安はないことを強調しました。またトルコのイスタンブールは反政府デモについて触れたものの、委員からデモについての質問は出なかったということです。